はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、まあ、サムネとタイトルにある通り、LINE Pay カードの登録と使い方と、そして、サムネにもちょっと書いてるような、おまけとしてお財布を大公開ということで、僕がキャッシュレスならではの、まあ、2年ぐらい使ってるお財布があるので、まあ、そちらも踏まえて、使い方を踏まえ、登録から使い方を踏まえて言っていこうかなと思います。で、こちらまず LINE Pay カードとは何なのかというと、まあ、こちら LINE のホームページ、LINE Pay のホームページから抜粋していきまして、申し込みは30秒で完了、無料で LINE キャラクターのカードが発行しますということと、あと JCB のブランドがついていますよということですね。で、主な特徴としましては、もうまさにその名の通り、LINE Pay との残高と、まあ、連動が可能ということですね。あとは、事前にチャージができるので、使いすぎも防ぐことができるということですね。右上の、まあ、絵にあるように、まあ、スイカとか、まあ、そういったチャージタイプのものとなるので、まあ、クレジットカードと違って、もう、例えば1万円しか入ってなかったら1万円以内でお買い物ができるっていう感じなので、まあ、その分に関しては結構、いいのかなとは思います。で、こちら審査自体が不要なので、学生やフリーランス、僕みたいなフリーランスみたいな人にとっては、結構こういったタイプのカードっていうのは、まあ、喜ばれるのではないのかなっていう感じですね。で、こちらのカードなんですけども、実際に、まあ、今、赤い矢印にある通り、だいたい1、2週間ぐらいでカードが届くということですね。で、こちらはもう本当僕も1週間ぐらいでもう届いたっていう感じで、やり方はもうすごい簡単で、左から LINE Pay カードを申し込みということで、ブラウンの、キャラクターのブラウンか、もしくは下の、可愛いキャラクター、また、LINE のキャラクターたちが載ってるようなカードどれかを選ぶかっていうことと、次に2番目にお名前を入れて、あとはご住所を入れて確認を押すだけということで、もう発行自体めちゃくちゃ簡単なんですよね。なので、結構これまでデビットカードいろいろ申し込んできた僕にとったら、LINE Pay カードってめちゃめちゃ早いなっていう感じの印象を持ちましたね。で、それで、早速届いたんですよ。おっしゃ、LINE から届いたぜと思った封筒を、ポストから出して、早速開けてみると、右の写真なんですけど、LINE 感がゼロなんですよね。サムネイルで使ってたブラウンのキャラクターにすればよかったんですけど、いや、ちょっとこの年でブラウン使うの恥ずかしいなと思ったんですよ。で、いや、だけど使うの恥ずかしいなと思いながら、いや、そう、最初思ったんですよね。いや、なんかお買い物するときに、熊さんとされたらちょっと引くかな、みたいな。もう一応僕、年足したら29なんで、まあ、それなりのことしないとなと思ったんですけど、実は僕が使ってるお財布は2年間これなんですよ。まさかのブラウンっていう。もうちょっとこのブラウンの模様がちょっと削れてきてるんですけど、結構もうこれを使って2年ぐらい経って、なんて言うんですかね。もうキャッシュレスの最大限までたどり着いたお財布ですね。僕マネークリップとか、そういったものを持ってなくて、で、だからといって、例えばルイ・ヴィトンのマネークリップとか、いや、そんなん使いたくないんですよね。ましてや、そういうのにあんまりお金使わないなと思って。まあ、だったら、なんか家にいねえかなと思って、たまたまちょっと実家に帰った時に、まさかこの、文房具用の大きなクリップがあったんで、これもらっていいっつってもらって帰ってきたのがこれですね。これめちゃくちゃ使い勝手がいいんですよね。お札も挟めるし、カードも挟めるし。で、そんなにまだ劣化してないんで、まだまだ愛用できるなっていう。なので、ブラウンが恥ずかしいとかちょっと、嘘を言ってしまって申し訳ありませんでした。はい、ということで切り替えて、実際にこの LINE Pay のカードが届いてから僕ずっと放置してたんですよ。そしたら放置してたら LINE Pay からメッセージが来て、 LINE Pay カードが届いたらまず利用開始手続きを行う必要があります、利用開始手続きは下記のリンクから行ってくださいという利用開始手続きのリンクがあったので、急かされるようにこのメッセージが来て、やべ、これさ、早く登録せんといけんなと思って、この利用開始手続きをしたら右の画面、そのカード番号に個人のなんか番号があるんで、それを入力したら完了ということなんですけども、完了したのはいいものの、実際の LINE Pay の画面に入ったら、なんと、もともと緑色だった LINE Pay のカードの色が黒に変わってて、まあ確かに黒の、カラーを選んだなって思ったんですけど、まさかこの部分が変わるなと思ってなくて、いや、なんか、ちょっと地味にショックを受けてしまって。いや、まあ確かに自分のせいなんですけど、まさかここが黒に変わると思ってなくて、で、設定見たら、多分設定あると思ったんですけど、まあちょっとパパッと見る限り、ここを緑から黒に変えるとこないなと思って、まあちょっともう我慢して使おうっていうふうに思ったんですよね。
で、一応これ全部が終わったら、また LINEPay からメッセージ来てて、利用開始手続きが完了しました。カードのご利用にはチャージが必要です。早速チャージして LINEPay カードをご利用くださいということのメッセージが出て、これで使う準備ができましたという登録までが完了ということになりますね。なので、一応さっきの物理的その JCB の LINE カード使って、いろんなお買い物もできるし、この残高の中にチャージがある分だけそのカードが使えるので、かなり安心して使えるのではないのかなと思います。ということで、今日は、まさかのLINEPayカードの使い方から僕のお財布を公開するまでをご案内させていただきました。あまりちょっと受けが良かったのかどうかわからないですけども、これが良かったなと思ったら、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンですとか、あと、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。